さあご覧の身長差、ブラジルのグラウベ・フェイトーザは195センチ、一方日本の市村直樹は175センチ。日本の市村がこの巨人に対してどう攻めていくのか。5回戦です。3分間のまず本戦がスタートしました。うわっと強烈な中段の回し蹴り、グラウベ・フェイトーザ、接近してからの上段の膝蹴り、気をつけなくちゃいけないですね。またしても今膝蹴りが本当にちょうど上げたところに顎が待っているような、そういう身長差になります。このうわっとまた膝、あの膝ですね。左右の膝蹴り強烈、下段の回し蹴りで応戦する市村。しかしフェイトーザの膝が顔面を先ほどから捉えようというシーンが何度となく見られるわけであります。市村ファイトという悲鳴にも似た声がこの東京体育館に響き渡っておりますが、今みたいに足を封じるしかないでしょうね。まず下からという形ですね。そうなんですよ、足を封じることですね。あ、効いてますよ。さあ左の右足ちょっと嫌がってますね。下段の回し蹴りで、はい、あっとしかし右の膝が危ないですね。顎の辺り、危ない、顔面ヒット、グラウベ・フェイトーザ右の膝蹴りが顔面をヒット。しかし倒れません、しかし倒れません。市村根性の男、日本代表のこの名前を背負っている限りは絶対に倒れません。あともう1回、危ないですね、右の膝危ないですね。顎に来ているが、はい、危ないです。倒れません。前田さん、はい、根性ありますね。いやでも見てて腹がしますね。左の中段の蹴り、フェイトーザ、そして下段を返します市村。なんとか下段を連打して相手の足を止めたいと、あ危ない、食らってきました。効いている、効いている、技あり技あり、3本赤旗が横に振られております。膝蹴り技あり、ブラジルのグラウベ・フェイトーザ残り1分というところで技あり1つ取りました。さあ市村ちょっと苦境に立たされました。ここからどう盛り返していくか、一発逆転狙ってほしい。下段から上段への蹴りもあります。市村直樹中段下段かかと落とし、これを見切って下突き、中段への突き、右の正拳から左の逆突き、そして下突き、ボディへ何発となく打ち込んでいきます。拳、やはり何かダメージがあるのか、市村直樹の汗がもう滴り落ちております。足は効いてるんですけどもね、ちょっと惜しかったですね。さあこの突きから蹴りつき、あっとここで終了です。ここで3分間終了。しかしグラウベ・フェイトーザには一つ技ありがあります。危うし市村直樹、やはり4本旗が上がった。そして主審も5対0優勢勝ち、グラウベ・フェイトーザベスト8進出、市村直樹敗れ去りました。